はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴローでございます。ということで久々の SKP 実況でございます。ということで、ね、昨日からまた再開しております。というかその前の週が、日曜日から東京出張だったんで編集ができなかったというね。なので2週前のゲームの実況となっております。つうかね、もう東京のホテルが高すぎて、あのいわゆるビジネスホテルがね、大体1万8000円から2万3000円ぐらいするんですよね、1泊。ほんで今回9泊10日だったから、いやそれはさすがにやりすぎだろという感じで、前半の3日以外はあのちょっと豪華なカプセルホテルみたいな、そこちょっと豪華なカプセルホテルがなんかイメージ昔5、6000円ぐらいだったんですけど、今1万円っすからね。そんであのプライベートスペースないじゃないですか、ほぼそのカプセルの中以外は。なので部屋じゃないとね、やっぱ実況できないということに改めて気づいたゴローでございます。さあそんなわけでこの試合は決められるんでしょうかということなんですけども、あのたまにこの実況でもね、あのダイエットの進行について話してましたけども、もういよいよあの私追い込まれまして、なんと日本でメンズエステデビューしてきました。あのダンディーハウスって昔カズがとかキムタクとかが CM 出てましたけど、今アキラさんがやってたかな。でダンディーハウスってあの上海にもあるんですよね、プートンの方に。そう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 、そこなんかね一回あの読者モデルでやったことあったんですけど、高えなと思って、さすがにこれ無理だなと思ってたんですけども、なんか Facebook かなんかの広告でこのタイミングであのなんか1回5000円ぐらいでお試し体験できますよみたいな広告が出てきたんで、これは行かなきゃと思って行ったんですね。でまあその時点では入会するつもりはさらさらなかったんですけど、行ったらあの受付のお姉さんまあ可愛かったんですよね。そんであのそのダンディーハウスさんは本社が銀座だったんで、まあ僕も東京だったんで、まあ、やっぱ本社の方が可愛いだろうなと思って、本店の方が、まあそういう横島の思いもあり、銀座店に行ってみたんですけど、そしたら受付超可愛くて、でまあこういうね仕事だし、まあ、受付嬢は可愛くしとくんだろうなと思ったんですよ。そしたらあのこちらへどうぞと言われて、その人がなんか、あじゃあ今からカウンセリングしますねみたいな。ほんでまあ50分から1時間ぐらいなんかいろいろ健康状態やらあのについていろいろ聞かれて、でまあまあ なかなか可愛い子だなみたいな、ちょっと緊張しちゃうなみたいな感じだったんですけど、そしたらおもむろに更衣室に連れてかれて、で脱いだら外に出て待っててくださいねって言われたんで、あれと思って、まさかこの子がやってくれるわけじゃないよなと思いつつ、あの出たんですね、着替えて。そしたらその子があの施術室みたいなとこまで来たんで、あここまで連れてってくれて、あと変わるのかな。おっとそんなこと言ってろ、おっと一本決めるリピート入った、ここは得意な角度じゃないんでしょうか。いいよ、し危なかった。そうそう、そんなんで施術台まで行ったんですよ。そしたらじゃあそこに仰向けになってくださいって言われたんで、あれまさかこの可愛い子がやるのかなと思ったら、なんとその可愛い子がやり始めたんですね。ほんで、まあ、ちょっと下ネタチックになってしまいますけども、上海いろんなマッサージありますけど、あのいわゆる普通のマッサージなのにたまにエロありみたいな、そんなとこを思い出しそうに、ここは思い出してはいかんと、そんなオプションあるわけねえだろうと思いつつ、あの
反応したらやっべえなと思って、まあ、今時日本なんかうるさいじゃないですか、 なんとか腹とかなでもそんであのうつ伏せになっていろいろ吸引器みたいなやつでやられてたんですけど、まあ、当然うつ伏せになるということは仰向けになることもありますしてで仰向けになってなんかあの吸引器みたいなやつブイーンって取るんですよ、脂肪を取るというかあの脂肪燃焼させるみたいなやつ、あとあの冷たいなんかヒヤッとするなんかパッドみたいなやつ当てられて、振動を起こすみたいななんかあの分かんない振動を起こすみたいなやつずっとやられるんですよね。なので、頭では反応するなとは思ってるんですけど、まあ、今回はあの無事に反応しなかったんでよかったんですけどね。いやまさかその受付の可愛い子がやるとは思ってなかったのでちょっとびっくりしたのと、そっからあの座るサウナに入って一汗かくんですけど、そっから今度人が交代するんですよそんで交代した子もまた超絶可愛くて、ほんでいろいろ話したらなんか新人だったんですね、新卒で、また今度は体にラップみたいなの巻かれて、なんかまた冷たいペタペタするあのそれはなんかピクッピクッとするやつを貼られてやるんですけど、2、30分ですかねずっとその子はそばにいて話してくれるっていう謎のコミュ力高い新卒の子で、まあ、めっちゃおもろかったんで結論良かったんですけど、なんかまあそんで2キロ痩せたんですよね、まあ、水抜きだという感じではあるんですけど、まあ、一気に2キロ痩せて体脂肪も、26から20まで減ったんで、これ結構すげえかもと思って思わず入会した五郎でございますということで、そろそろラストプレイかメンズエステの話で終わってしまいました。